ゆく福岡のベルエポック来てたんですか？いや、来てないから嘘ついかれてます。多分それベルエポックの人に。行こうかな。近々。俺でも卒業してないわ。待って。違う違う。俺、なんか、話す学校、卒業してないわ。ちょ、待って。やばすぎるやろ。え？俺何？ちょっと学校行くの好きやったんかな？全部卒業できてないわ。なんでな？俺。全部の学校。話す学校、入学したけど卒業してない。もしかして、ホイ卒ってこと？孫正義も、中退だとそういうこと。マジかよ。孫正義って書いて孫正義だからな。それはもう正しいよ。形から、俺でもマジで形から入って満足するタイプ。ガチでそう。ガチの、ガチかどうかはまだわからんだろ。ガチかな、俺。大丈夫かな？だからかな。大学少年院卒やねん。ざけん。そう、俺は孫正義と同じ。藤井聡太も中卒やと。え、そうなん？すごいよな。マジでさ、いや、俺さ、この前さ、ぼーっと考えとったっちゃけどさ、将棋界でよかったよね、と思って。藤井聡太くん、生まれて、興味あって、極めた道が、将棋界でよかったなと思って、これ、なんか、時代が違ったら、絶対に孔明になっとったはずやし、李牧になっとったはずね。わかる？こう、ちょっとした戦争とかに絡んどったら、とんでもない軍師、とんでもない軍師になっとったはずや、絶対に。あんなもん、やばいよ、そんなの。そう。ね。やん。さ、国旗見ただけで、勝ったか負けたかがまでが読める、多分。勝ちです。負けです。わかる？興味ある部分が将棋でよかったよなと思って。じゃないと、とんでもない戦国時代にもう一回突入しとった可能性ある。え、これさ、もしさ、俺、なんか、独立した国作りたいみたいなさ、ちょっとしたさ、危険な思考とかがあったりしたらさ、わかる？ワンチャン実現できるくらい頭いいわけや。やけん、こうなんか、俺、将棋めっちゃ好きや、将棋で世界取るってなってよかったよなと思って。え、そのなんか、やっぱ、神様はいるのかもしれんなと思って。そう。ちゃんとした場所にね、なんか、ちゃんとした才能の選手が誕生していくのは、なんか、お、すげえなと思って。そう、将棋あってよかった。そう。戦国時代に生まれとったら、多分、統一してるよ、日本を。すごいだろ、だって。好きな戦国武将、長宗我部元親が好き。よろしくお願いします。海外やったら、あ、チェスしとうやろうね。クイーンズ、なんとかかんとかみたいな。なんだっけ、クイーンズギャビネットだか、クイーンズなんとかだか、なんだっけ。足利尊氏じゃねえ、足利尊氏じゃない、別に。長宗我部元親が好き。漢字がいっぱい並んだってかっこいい。普通に。命令部対抗できる、絶対。ソータ、いるか？います。フォーカスの俺多分下手くそやん、僕。強い手が来たら喜ぶもん。うわぁ！勝っちゃった！ 夜ご飯決めてくれ。おでん。絶対おでんな、お前。嫌やろ、この時期に。この、梅雨始まるか始まらんかの時期に食うおでんは嫌やろ。おでん食え。ざま、絶対におでん食えよ、今日。僕、名前、ソータなのでドキッとするから名前呼ばない。ごめんな、ソータ。ごめんな、ソータ。お前、好きな食べ物何？ソータ。今日何したと、ソータ。明日の予定教えて、ソータ。普段は何しようと？学生な？何歳な？教えて、ソータ。頼むわ、ソータ、教えて。めちゃくちゃ呼ぶ。ソータ？